結構体質とかでお悩みの方って、はい、多いです。実際に患者さんとかで来られても、はい、例えばですね、体が冷えるとか、はい、むくみ、便秘、まあ、アレルギー、アトピーまではここではいけないですけど、はい、冷えとか便秘、むくみとかに関しては、はい、この治療によっても変わっていくと思ってください、はい、前回のところで体の歪み方っていうところはお伝えしたと思います、はいはい。体が大体多くの人はこっちの右のお尻が後ろ側にこうやってねじられていって、はい、その反対にこの右の方が前にこうやって出てくる方が多いです、はい、まあ右利き用に世界は作られてこうねじれてるわけなので、はい、だん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 肩が前に出てその代わりにこっちが後ろに引いてバランスを取るっていうような状態になってしまってます、はい、なので大体の方がこの歪み方をしていくので、はい、こうしていくとちょっと投げてもらってこの状態でゆっくり吸って吐いてっていった時、まあこれぐらいだと思っていただければいいんですけど、はい、もっと極端に、はい、お尻をちょっとこうしてこの状態にしてちょっと呼吸するとちょっと吸いにくさがあると思います。そうですね、胸郭が広がらない感じ。そうですね、浅い感じがすると思います、はい、これが、体が歪みが強くて痛みが強い人でさらに体質まで崩れちゃってる人っていうのは、はい、こういう状態で呼吸量が少なくなってると思ってください、はい、そのため、酸素量が体の中に取り込める量が少なくなるので、はい、酸素の量が少なくなってくると、はい、体が冷えたりとか水分代謝ができなくなるのでむくんできたりとか、はい、腸の動きが活性化しないので便秘になってきたりとか、はい、そういったことも起こっちゃいます、はい、理論的にはこの状態からこっちに持っていってこの状態ですね。これでゆっくり吸って吐くってやると少し呼吸がしやすくなるかなと思います、はい、この状態を体の中で作ってあげるっていうこともとっても大事になってきます、はい、それはここの筋肉の硬さを取ってあげたりとか、はい、そういうことによってどんどん変わっていきますので、はい、治療によっても体質とかっていうのが変わっていくんですよっていうところを、はい、そういったのでお悩みの人には伝えてあげるってこともとっても大事になります、はい、あと筋の圧痛みのところに関してもですね、はい、こういう歪み方が同じようにしていくので例えば内もものこういうところとか硬くなりやすいですし、はいはい、こっちはそこまででもないかもしれないです。外側に関してはこっちはそうでもないけどどっちかというとこういうところの方が硬くなりやすかった、はい、っていうことをしていきます。こうねじれちゃってるのでここが突っ張ってこっちが突っ張ってっていうような形になりやすいっていうところは押さえておいてください、はい、腕に関してもこうねじれちゃってくるので、はい、腕のこういうとことか、はい、肩でいうと首のこういうとことか、はい、っていう部分が硬くなりやすいっていう形ですね、はい、それに伴って右肩のこういう痛みとか、股関節の痛みとかっていうのも全部関わってきますので、はい、そこまでアプローチしていくのが大事ですよっていう形でお伝えしていくと、まあ、患者さんも理解して、うん18回の体質改善って方もありますけど、はい、っていうところで導入することもできたりしていきますので、うん、そんなことして考えていくといいかなと思います、はい、で、この辺が呼吸だったりとか体質とかのお話に、まあ、なってきますしその辺も改善してくるんだよっていうところを押さえておいていただくといいと思いますので、はい、その辺ですね、はい、はい、YouTube をご覧いただきありがとうございました。下の概要欄から LINE アットにご登録いただくと3つプレゼントをお渡しさせていただいております。1つ目、初回1980円で、トイレの施術を受けられます。1つ目、カウンセリングが無料。3つ目、お得情報っていうところが、あります。あとは私の可愛い息子の写真がたまに送られてくるかもしれません。はい、ぜひ LINE アット、ご登録お願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。